フアン・カルロス・ムニズ・アルメンテロスは、キューバ、ハバナ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。現在は、ブラジル国内リーグのマリリア・ベースボール・クラブに、所属している。マイナーリーグでの登録名は、JC ・ムニズ。キューバでは、国内リーグセリエナシオナルデベースボールのゲレーロスで、メトロポリタノスに所属。2002年に、ブラジル人女性との結婚を機に、ブラジルへ移住した。 結婚時に、ブラジル国籍も取得している。2005年と2006年は、フロリダ・マーリンズ参加マイナーリーグの AA 級、カロライナでプレーした。2007年と2008年は、ブラジルの国内リーグに所属。ブラジル代表にも選出された。2009年2月27日、チバロッテ・マリーンズに育成選手として入団。3月30日に支配下登録された。 一軍出場はなかったが、イースタンリーグでは打率。342、本類打15本の成績を残し、中田翔の三冠王を阻んで首位打者を獲得した。2010年6月6日、チーム内で怪我人が相次いだこともあり一軍に昇格。同日の対東京ヤクルトスワローズ戦に6番、左翼手として先発出場し、第3打席で一軍初安打となる。 中前アンダを放った。その後、初投類も決めている。しかし一軍では14試合の出場に止まり、11月16日にブライアン・コーリーと共に戦力外通告を受けた。その後に再びブラジルの国内リーグに復帰した。2012年に第3回 WBC 予選のブラジル代表に選ばれ、翌2013年3月開催の本戦にも出場した。 一次ラウンドで敗退したものの、レオナルド・レジナットと共に、ブラジル代表では最高となる打率。364を記録した。キューバ戦では一塁ベースを踏み忘れ、キューバ側のアピールにより、アウトになるなど制裁を欠く場面も見られた。2016年に第4回 WBC 予選のブラジル代表に選ばれた。敗者復活2回戦でのイギリス戦で、 ブラジルが3の4と1点をリードされた9回表にアウトの場面、2塁から3塁へ盗塁を試みたが、視察されて試合が終了してしまった。この敗戦でブラジルは2大会連続の WBC 本戦出場を逃した。ありがとうございます。